はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本常磐線水郡線の発着する水戸駅に来ております。今停車中の今度高萩行きになる折り返し電車、駅先の LED が大変なことになっております。ぜひ最後までご覧ください。では本日もよろしくお願いします。はい、では早速本題に入っていきたいと思います。今ですね、水戸駅に到着いたしました。この E531 系クハ E530 の2009と、まあ、比較的、初期の編成ですね。おそらくこれ踏切事故とかあったんだと思います。車体側面擦ったような跡が出ております。編成番号を見ますと計459編成という形になっております。2005年から製造されている常磐線の車両、これもおそらくその2005年とか2006年ぐらいに製造されたんだと思います。ごめんなさい、ちょっと実際に調べてないんで何年製造かは分かりません。今ワンマン水戸行きの表示、これこの車両は問題ないんですけれども、いや線すごいな。隣の車両がですね、先ほどすごいことになってました。そのまま残ってるのかな。モハ E530 の1009、はい、なんだこれ、何これ、いやー完全にこれ LED やられてますね。もうなんて書いてあるか読めないですよ。オレンジの LED と緑の LED がもう完全に混同してしまって全く読めない状態になっています。でこれ今水戸駅で折り返しなんですよ。で折り返しの際って一旦電車の電源落として行き先を変えてで折り返していくっていう流れなんで、もしかしたら消えたら正常な表示に戻るかもしれません。ちょっと戻るかどうかも含めて見ていきたいと思います。何時頃電源落ちるか分かんないですけどね。発車時刻は11時40分ですのであと20分ほどあります。現在の時刻は11時21分です。どうかな、ちょっとしばらく待ちます。いや、さっき思ったんですけど、これ、ね、考えてみれば中見れば何年製造か見れますよね。平成18年製造です。電源一回落とすときは車内も暗くなるので、しばらく涼しいこの車内で待ちたいと思います。ちなみに平成18年製造ってことは2006年で合ってますね。今から約18年前の製造です。This is the Joban Line train for Takahagi. If you would like to open or close the door, please push the button beside the door.時刻は11時30分です。なかなか電源落ちないなと思って一応外の LED もう一回見てきたんですけど、隣の号車を見たらですね、もう高萩行きに表示が切り替わっておりました。電源落とさずにで一応切り替わった後どうかなって一応見てみたんですけど、やっぱり先ほどと同じ表示です。もう読めないですね、完全に読めない状態。こんな感じですね。なんて書いてあるかもう全く読めないですね。常磐線ってなんとなく見えるかなと思ったんですけど、全然読めないですね。常磐線直通とか水戸線とか
全く関係ない文字が表示されてるっぽいですね。ちなみに他の車両なんですけど、他の車両は、きちんと高萩っていう表示になっておりまして、全く問題ありませんでした。あれ、みんな5番線で待ってるんですけど、なんか6番線に入線しましたね。どういうことだ。来た、そういうことか。この電車は水戸で折り返し土浦駅になって、5番線の電車が勝田からの土浦駅になるってこと。なるほど、そういうことですね。さあ、ということで時刻は11時39分になりました。あと1分ほどでこのLED が非常におかしい状態になっている普通電車が出発となります。ここには赤電の計4号1編成が止まっています。はい、ということでありがとうございました。いらっしゃいまして、ありがとうございました。